星野二重郎は、日本の政治家、アイスホッケー選手、栃木県日光市長を務めた。日光町、清滝水拓に生まれる。1942年5月、日光町議会議員となる。その後、日光町の市政志向に伴い市議会議員となり、1969年7月まで議員を務めた。同年8月23日の日光市長選挙で、当選。 同月28日から1981年8月27日まで市長を務めた。市長在任中には前任者の佐々木功労と同様に観光施設の整備などに力を注いだ。さらに、清滝バイパスや霧降り高原有料道路の開通など道路を整備することによる観光客増加を図った。また、市立図書館や中央公民館の開館、 日光市消防庁舎の完成など、市民の生活環境の向上にも努力した。しかし、1981年8月20日の市長選挙では、星野の下で助役を務めていた、斉藤善造に敗れ市長を退任した。これより、前、1971年には、乱受報章を、1972年には、根受報章を受賞している。なお、星野は若い頃に、 小賀原校、アイスホッケー部の選手として活躍していた。1932年のレークプラシットオリンピックでは、日本代表のトレーナーとして参加している。また、1964年のインスブルックオリンピックでは、アイスホッケー、日本代表の監督を務めた。1986年7月22日、死去した。78歳没。生後位。 君三刀髄法章を送られた。ありがとうございます。